はい、皆さんこんにちは、どうもひろです。今回はデミオの試乗で何度かお世話になっている佐藤さんのもう一台の愛車 ND ロードスターを運転させていただきたいと思います。はい、ということで ND ロードスターオーナーの佐藤さんです。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回は僕も初のもう一台の愛車 ND ロードスターを運転させていただくということで、初めて、今まで写真で何度か見せてもらったんですけど、初めて実物を見てめちゃくちゃかっこいいですやっぱりかっこいいですね。ありがとうございます、はい、ということで今回は、まあ、この後ですね、このロードスター試乗させていただくんですけども、結構いろいろいじっているところがあるということ で、はい、せっかくなのでまずそちらの紹介をしていただいて、はい、その後に、試乗の方をさせていただこうかなと思いますので、はい、お願いします。お願いします。まず、タイヤホイールですけど、はい、この前デミオの時にあの剥がした、あの時のグラムライツの57トランセンドレブリミットエディションってやつですね、はい、でこれのサイズは 8.5J のオフセット40で、タイヤが、難関の NS2R205 の4号17ですね。これがまあ街乗りとか峠の方のメインにしてます。はい、サーキットはあの T37 と A05 で走ってるんでサーキットも走られてるということで、はい、筑波サーキットメイン。そうですね、筑波2000しかまだ走ってないです。とりあえず4回ぐらい行って今のところ8秒台が出てるんで、まあ、なんとか目標達成してるんですけど、はい、いいですね。でサスペンションなんですけど、はい、サスペンションはこれ買った時からこれもう中古車で買ったんですけど、あ、はいはい、テインのフレックス Z っていう車高調ですね。これがこれもともと購入時からついてました。あ、なるほどなるほど。でマフラーなんですけど、こちらの、インテグラル神戸の N0 スペックマフラーってやつですね。これもあの購入時についてました。あ、そうなんですね、はい。あとはマツダスピードの、まあ、フルエアロですね。あ、そうですね。このあ、ウィングもウィング、これもそうなんですけど、とこのリアのスカートですね。そうとサイドステップとフロントですね。あ、この4点セット、これがもともと購入時についてました。あ、はい、十分かっこいいですよね、マツダスピードの、十分ですよ、まあのまあ、デミオと一緒で元はかっこいいんで、そうですね、元もちょっと足してあげるだけで、うん、で車内の方はまあ、そのレカロの RSG ですね、はい、のこの、レッドのやつ、ほうほうほう、これがもうレカロのカタログ見た瞬間に、まあ、もうこれってもうこのボディカラーと合わせて、なるほどなるほど、これこれって決めて、あ、であのレカロあるあるなんですけど、はい、フルバックの場合って僕普通に乗ると、はい、頭がつかないんですね、 ここね、頭を上につけると上向いちゃうんですね。はい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 、はい、ずっとだから頭を離してると疲れるん でたまたま民カラかなんかで、はい、このあのダイソーで売ってるこのクッションをここに結びつけてやると首に当たってちょうどいいんですよ。でクッションもいいんですっごい気持ちよくなります。マジですか、はい、これはレカのフルバケつけてる人におすすめです。あ、なるほど、はい、ダイソーダイソーです。ダイソーで売ってます。150円ですよ。それと最近変えたんですけど、はい、エアコンのこのリング、あ、これって ND って純正はシルバーなんですよ。シルバーなんですけど、これを、まあ、僕もデミオも色変えたりとかしてるんですけど、はい、これデミオのミッドセンチュリーっていうグレードの限定車があるんですけど、うん、それは、はいはいはい、白のボディに赤い褐色のものパーツが中の内装も入ってるんですけど、それのエアコンベゼルなんですよ。あ、なるほど。それをヤフオクで買って、まあ、ND もあのデミオも CX3 もみんなこれエアコンのとこ共通なんで、共通なんですね。だからあの交換ができるんですけど、はいはい、外すときに爪が折れちゃうんで、あ、もうほぼあの使い捨てで、あ、交換交換って感じですね。はい、あ、内装もやっぱかっこいいですね。もともと今のマツダ車ってかっこいいじゃないですか。かっこいいです、かっこいいです。もうそのままで全然かっこいい。いや、いいですね。だからもう本当にノーマルが結構レベルが高いんで、うんうん、本当あとちょっと自分好みにプラスアルファしてあげるだけで、もうすごいいい感じになりますよね。で、あとはこのウィンドリフレクターはあのよくあるあのなオープンガレージカフェでしたっけ、はいはいはい、のやつのアクリルのやつに変えてます。へ、はい、やっぱ後方視界がこれで純正だとこの黒い網のやつなんで、なるほどなるほど、うん、ちょっと、まあ、見にくいというか、あ、確かにそう。とあとはですね、まあ、ここの、まあ、細かいことここのここの部分が
樹脂なんですけど、はいはいはい、購入時にやっぱやれてて、あ、うん、それを隠したかったんで、はいはいはい、このカーボンのこれは普通にネットショッピングとかで ND 用で売ってます。あ、はい、で、あとエンジンルームですね。屋根が開いてるとこうやって撮れるからいいですね。とりあえず見やすいですよね、内装まで。あとそのデミオの時もあったのミニカーと正面に、はい、いいですね。で、タワーバーはブリッツのやつを追加しました。もともとこれ RS ってグレードで、はいはいはい、タワーバーがついてるんですけど純正で、はいはいはい、ですけどもともとのタワーバーはここの棒が上までかぶってここまで来てるんですよね。そうだ、減衰力ができないんですよ。そうですよね、外さないと、はい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 、だそれで面倒あったんで交換しました。なるほど。でブリッツさんはやっぱここは赤なんで、あ、いいですね。やっぱ色を合わせたいんで。それとあとこれも購入時についてたんですけど、はい、R マジックさんのイグニッションですね。はい、へで、さらにこの T レブっていうこのクランク内の内圧をちょっと下げてっていうパーツがありまして、これはセットで入ってました。あ、そうなんですか。でさらにあのこれ見えないんですけど R マジックのコンピューターも入ってます。で一応8000レブまで回るような設定で一番いいあのチューニングレベルが高い ECU が入ってるんで、まあ、あとエクリは純正なんですけど中は純正交換の K&N かのが純正交換タイプが入ってます。あとこのここは純正黒なんですけど、あ、そうですよね、ちょっとタイプ R ヘッド的な、これはヤフオクで売ってました。そうなんですね。これを専門にやってる人がいるみたいで、業者さんで結晶塗装、ね、ですよね、いいですね、これめっちゃかっこいい。あとはブレーキパッドな、これは R マジックさんの、あ、そうなんですね、サーキット向けのブレーキパッドですね。かなり効きは、タッチも踏めば踏むほど効くような、はいはいはい、初めが初期がきついようなタイプじゃないんで、あ、いいですね、コントローラブルですごい扱いやすいです。はい、でサーキットつくば走ってもこうあの高音域行っても全然安定して効いてくれるんで、あ、なるほど、はい、すごいいいです。社外パース的にはそんなところですかね。はい、でも走るチューニングを結構やられてる感じですね。はい、そうですね、もうだからライトチューンは大体済んでるかなって感じです。いやーめっちゃ楽しみ。はい、はい、ということでこのライトチューンがしっかりされているこの ND ロードスター、これから運転させていただきたいと思います。これはちょっとペースはゆっくりいきます。乗った感じのこの収まりがすごい好きで、シートもすごいいいし、なんかこの空間がめちゃくちゃスポッとハマるよね。もう本当に、いやでもいいな、本当にマジで ND ロードスターだったら、なんか N、 もし本当に NA も買えなくなっちゃった時に NE だったら全然いいっすもんな。リッピングのレスポンスが良くて、めちゃくちゃ気持ちいいですね。一見この割には結構トルクもそこそこ、あ、ですね、あるんで、まあ、車が軽いっていうのもあるのかもしれないけど、十分なんだよね。そうですね、本当に、まあ、自分の車から比べちゃうとですけど、本当にタワー系に関しては文句がつけようがないです。足も入ってるし、タイヤも17インチで、コーナーの姿勢っていうか、変なぐにゃぐにゃ感とかも一切なくて、ガチッとしてるんですね。本当にそれはこれも16インチ、17インチ使い分けてるけど、はい、16だとやっぱりなんていうかな、しなやかさというか軽さというか、はい、うん、ロードスターらしさなんだけど、これにすると17にすると結構ガッチリしてる感じ、うん、スタイリングレスポンスが変わる感じ。ああ、やっぱ違いますね、うん、剛性感があったな、やっぱりタイヤの薄くなってるもんね。あ、初めて ND 乗せてもらった時、はいはい、純正の足の純正のビルシュタインのやつ、あ、あの RS の純正、ね、あ、はいはいはい、それを最初乗らせてもらったんですけど、はい、結構ロールがすごかったんですよ。で、まあサーキットだったんで余計にだと思うんですけど、だから足変えるだけでかなり変わりますね。ロードスターはやっぱ足を変えなきゃ始まらない。ああ、シートと足を変えなきゃやっぱね、その楽しさを味わえないね。ああ、それ
変えるだけで普通に楽しめちゃいます。ノーマルのは、ね、足も別に悪いわけじゃないんだけど、車高がなぜね、高いから確かに確かに、やっぱだいぶ高いですよね。ステアリングのレスポンス的にね、曲がってからその反応してくれるスピードが遅いんで、ちょっと気持ちは良くないよね。NSR も全然悪くないですね、こうやって乗ってる分には。不安なところは特に感じないですね。だからね、結構もうペース上げて、そのね、どこの辺が限界かっていうことを一回掴んでからじゃないと分かんないから、ね、あ、まあまあ、うん、見れるんだけど、そこもまだ読めないからどこまで行けるのかなっていうのは探り探りだけど、まあ普通に走ってる分には安定して、ね、そうですね、いるから安心は安心なんだけど、まあ、サイズもあるだろうけど寄れないよね。ですね、本当に寄れないですね。結構あのアジアのハイグリップって寄れる車も結構フレック食うんだけど寄れるみたいな。そうですね、うん、あるけどこれはそうでもないね。ケンダはどっちかっていうと寄れる感じするんで、サイズも違いますけど、はいはい、それにしてもこっちの方がしっかりしてる感じします。乗り心地がいい。ここの段差結構きついんですよ。あ、そう、ボコボコ、あの自分の車だと結構ダダダダダダって、内装のあれで、なんか音にも寄ってっていうから、内装がこうバチャバチャするんで、はい、確かにそれも余計ガチャガチャガチャしてるな。余計なんか、ね、乗り心地悪いよ、悪く感じ、感じ、感じちゃうんですけど。今減衰がこれ16段調整なんだけども、はい、1が一番硬いとしたら今12なんで、だいぶ柔らかめに、まあ、街乗りに振ってるんで今。さっきと走る時は4とかそれくらい硬くしてるんだけど、前は普段マジトリ8とかで使ってたけど、はい、それでもちょっと硬いなと思った時もあったんで、あ、そうなんです。もう一度柔らかくじゃ12にしようみたいなんで。ただね、乗り心地はいい方向のセッティング、けど別にでもこれ16インチのその純正タイヤのやつ、はい、とかを履くと、はい、もっといい。あ、マジっすか。それが俺の中では乗り心地ちょっと悪めになかった。あ、これでも17インチはやっぱ悪い。ああ、ちょっと硬くはなっちゃう。まあ、結局はその乗り心地って足だけじゃなくて、足をそのまず受け止めてるボディもあるし、ブッシュもあれば、そういう全部のパーツがね、関わって車の乗り心地になってくると思うから、ロードスターの NA の場合はもういろんなところが相当やれてるから、そうですね、ガチャ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 しちゃうのはもうしょうがないと思うよね。比べるのはちょっと違いますね。元の変な話、ブッシュと硬さとかあって、はい、NA と ND の純正で違うかもしれないし、僕は詳しいことは知らないけども、あ、確かにそうですね、うん、でこうボディ剛性性は全然こっちが元々、ね、ありますよね。新車上の強性でもこっちがあるだろうし、ボディ剛性も重要だからね、乗り心地はね。超楽しいな。変な癖が一切ないんで、なんか滑らかにこう下っていける、車の動きに対してのレビュー的なのが、はい、あんまりうまく話せないんですけど、もうただただ楽しいですね、これは。もう本当に、この間サーキット走った時に、はい、うわ、やっぱ楽しいって思ったんですけど、峠走っても全然楽しいですね。もうでも3速でこの勢いで走れちゃうのもやっぱり、まあ、ギア比も NA と比べると、ね、6速だからね、違いますし、フォアかけてもあのリアの動きは穏やかでしょ。そうですね、すごい安心感がやっぱすごいですね。本当に乗りやすい。ちっちゃいコーナーで立ち上がり、なんかアクセル、あんまりガットは踏んでないんですけど、はい、ケツが出そうな、そんな感じがね、感じは全くないですね、うん、しっかりなんか前にちょっとツルツルって動く感はあるけど、それで前にそのまま前にね、押してくれてる感じあるよね。しっかり前に進もうとしてくれるね。まあ純正なトロセンテフはいけるんで、音もいいっすね。
かこのロードスターってあれですよね、吸気の音が常に入ってきてるんですよね。そう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 、なんか86とかについてるっていうのが聞いたことあるんで。そう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 、86についてるね。なんかうまく言葉が出ないですけど、本当にいいなーって思う車ですね。新しい車どうしてもなんかあんまり好きになれなくて、やっぱなんかこう操る楽しさが、どうそんななんかこう機械とかアシストとかが効きすぎちゃってて。ないんだろうなっていう勝手なこうイメージとかがすごい強かったんで、はいはいはい、実際にこういうの乗った時に、いやでもロードスターはなるべくそういうのを全部排除して、この ND のね、あ作ってる車だから、ちゃんとマツダは考えてくれてる。ああですよね、うん、そう走るその楽しさを分かってくれてるな。いやーマジで楽しかったです、はいはい、ということで ND ロードスター運転させていただきました。まあちょっと天気とか路面が、まあ、若干悪いところはあったんですけども、シンプルにもう楽しかったです、めちゃくちゃまあ車全く同じ車ってわけではないんであれですけど、コンピューターだったり変わってるんで、やっぱパワーも出てるんだろうなっていう、今まで乗った ND の中よりも確実にパワーはやっぱあるなって思ったん で、はい、でレスポンスもすごいあってめちゃくちゃ気持ちいいしブリッピングなんかもすごい気持ちよかったんで、はい、もう本当にただただ楽しかったもうそれに尽きるなっていう感じがします。今シートも変わっててすごい収まりよくて、座った感じもすごい良かったし、すごいいい車だなっていう風に。新しい車でもね、電子デバイス的なものはあんまりそれほどついてないし、うんうんうん、その車の操る楽しさ、もともとのロードスターの NA から、ね、始まった流れは組んでるんで、だからすごい進歩してるところは進歩してるんだけど、ここは進歩させなくていいなってところはさせてないっていうのはあるんで、ちゃんと残してくれてるっていう、はい、だから将来的にね、まだこれもいっぱい売れてるから中古車もいっぱい あると思うんで、しばらくはロードスターライフはまだまだ楽しめると思うんで、ね、NA から買い替える時も ね、 あそうですね、十分探すまだいっぱいあると思うんで、いいと思いますよ。本当にここから ND に乗り換えるってなっても全然いいなって、まあ僕の場合ドリフトやってますけど、ドリフトをやるにしても ND でも全然いいだろうなって、まあチューニングパーツも結構たくさん出てると思うんで、だからまあこれからスポーツカー買う人とかっていうのにも絶対楽しめる車だろうなっていうのはすごく思いますね。本当にもうあと一つ、もし仮に ND を今後今探してるとか ND 買いたいなって思う人には一つだけ忠告というか、うん、これは絶対覚えておいた方がいいよってことがあって、うん、モータースポーツとか、はいはい、ドリフトとかそういうサーキット系の使い方をする人は、うん、絶対 NRA を買ってください。あーなるほど僕は RS を買って失敗したんですけど、はいはい、RS って他の S パッケージとか、はい、S とかと比べてブレーキローターが大きかったりとかをするところがあって、はい、走りの面でちょっと上って感じになってるんですけど、うんはい、NRA はもっと違って2リッターの RF のラジエーターミッションデフとかが全部共通なんですよ。要は NRA とか出た後に RF と後から出てるんですけど、当時海外ではもう2リッターが、北米はもうスタートから2リッターがあったんで、全部その辺が2リッター用に強化されてるんですよ。それが NRA には全部ついてるんで、仮に将来的に、まあ、そのドリフトやるにしても駆動系の強さとか、うんそうですね、あとはそのオートマチック用のファイナルギアとか、うん、124スパイダー用のファイナルギアが流用できたりとか、いろいろそういう面でモータースポーツやる面ではあった方が絶対いいって思うものがついてるんで、初めから。だからそういうので使うんであれば NRA が絶対おすすめです。なるほどなるほど、はい。でさらにあともう一つまあ、僕の豆知識なんですけど、はい、ブレーンボキャリパーついてるグレードあるじゃないですか、はい、まあ、RS もオプションでつくし、うん、RF はRS にはもう確か標準でついてるのかな。見た目は僕もブレーンボキャリパー入れようかなと思ったんですけど、うん、某ショップの人から言わせると、もともと ND のロードスターってブレーキバランスが前寄りなんですって、はい、リアのブレーキがそこまで純正のパッドのバランスで仕事はあんまりさせてないから、はい、筑波とかで走ってると本当はブレーキを早く終わらせて加速に体勢に車を持ってきたいじゃないですか、コーナー中盤頃から。でもノーズダイブが激しすぎちゃってブレーキングで、後ろのブレーキを使って後ろで引っ張って止まらせたいっていうものがあるのにかもかかわらず、純正からそうなのにさらにブレンボなんかついちゃったら前ばっかり効くじゃないですか、リアクかかんないですから。
だそれをまあショップの人も言ってて、ブレンボー付きなんかもう論外っていうふうに言ってました。タイム出しすんだったら、はい、ブレーキバランスは余計前寄りになっちゃうから、あ、そういうことですよね、良くなくなるっていうふうに言ってて、はい、ということで今回はまあもうライトチューンされた ND ロードスターをめちゃくちゃ楽しませさせていただいて、さらに豆知識まで教えていただいて、はい、ありがとうございました。ぜひ、まあ、あの ND 乗っている方だったり、これから購入を考えている方はね、あの何か参考になればなと思います。佐藤さん民からやってましてですね、この ND ロードスターの、まあ、チューニング箇所というかパーツだったりの、こといろいろしっかり書かれているので、ぜひ気になる方はね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。コメントなんかもぜひぜひお待ちしてます。いろいろ今まで乗った車とかも全部乗せてる、乗せてるんで、レミオも乗せてますもん。レミオもちろん、ね、はい、レミオなので、ぜひぜひリンカラの方も見てみてください、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。